はい、鹿児島あちこちドライブ、今日もよろしくお願いしますね。ここはあれですね、道の駅浜びら樽水にありますね。向こうの方にほら桜島が見えてますけれども、はい、このドライブはね、鹿児島県内のあちこちを走り回ります。ですからちょこっと走っちゃ映像は切り替わりますよ。ちなみにね、ここはね、西谷山、鹿児島市内ですね。まあこんな風にして行きますけど、あれですよ、これね、大体がね、2年間ですね、の間に、取りためたですね、1500本くらいの動画の大体晴れの日をこうピックアップしてるんですけどもね、まだね、発色性、これ10月ぐらいやろうか、ちょっとわからない。あのほら、左右のガイド字でわかりますよね。はい、まあそういうことでですね、あれしますけど、いやこれね、編集しながらですね、いやこれは今さっき編集というか、バーって早送りしながらですね、渋滞箇所、それと信号待ち、そこをカットしてあるんですよ。ほらいや自分ではすごく気に入ってますよ。ここはですね、あの鹿児島水族館側から出てきたところなんですけど、これはね、GoPro の9で撮ったのかもしれないです。綺麗なんですよ、綺麗なんだけど、今年はね、さらにね、ポケット3っていうあのカメラを去年買ったのですね。でそれで撮ると同じこの風景を撮ったとしてもね、またね、綺麗に見える。いや綺麗に見えるって言ってもですね、編集でこう綺麗に見えるようにしたんじゃないんですよ。 しなくて、自分がこう目で見てに近いあれが撮れるんですよ。ですからね、今年のよく言うじゃないですか、私が3月から待っててくださいね、花の時期になったら待ってくださいねっていうのは、この次の動画なっけ、あ、これはね、田上小学校を過ぎたとこですね、ところなんだけど、まあ今ほら季節あんまりこう変わり映えがしないでしょ、見たところね。なんだけど3月からね、そうですね、3月、もしかするとし、あ、いや3月の中からガンガン走りますよ。走るけど、やっぱりね、この両サイドの風景が変わり始めるのはね、要するに桜が咲き終わってから、はい、桜が咲く段階ではですね、まだあちこち枯れ枝もあるんですけど、それからね、新芽の時期、ここもあるんですよ。ここはね、あそこ、高山の今ほら左の方に、あの枯れ枝が見えるけど、あれは桜ですけどもね、あれがね、咲くわけですよ。で左側にほらブーゲンビリアがありますでしょう。ほんでこういった映像が、もう映像が変わるたびにシーズンが変わるわけです。春、夏、秋、冬はあんまりない、ほんでね、いやいや桜の時期とかね、要するに春の時期、あれになるとですね、3日ぐらいでね、あれが変わるんですよ、風景が。これ何月と思いますか？分からんでしょう。ここね、泉ですよ、泉。
ここ左に行くんじゃないっけ、王でしたでした、ほら泉税務署ってありますよ、こっからですね、ほら桜ちらほら散っていた、散ってはいないですけどね、ここはもう葉桜になってるところで、葉桜になろうかってしてるところでしょう。ほんで、いやいいんですよ、ここもね、ここもいいんだけど、この次に、いや今日はこの動画はあれですよ、変わりません。たださっきも言ったみたいにポケット3でここを撮るとね、また違ったあれになるし、で今回、あ、今ほら桜が桜ちらほら散っていた状態になるでしょう。来年はですね、これを同じ日に反対側が撮れてん、反対側からも、そしたらですよ、同じ風景を逆光と順光とに、なんですかね、見れるし、ほんでこれは何月だろうか、6月ぐらいですかね、いわゆる新緑のあれです。だから桜から新緑って行くんじゃなくて、桜からもう秋の終わりの頃です、初冬、そうそうそう、あれぐらいに映像がポン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 と、いや これぐらいなのじゃあ、そうですね、1分ぐらいかな、1分ぐらいずつこう見て、皆さんも「わあ綺麗だが、ここはどこけ、ここはどこけ、いや分かりません、今私もこう見てるんだけど、なんかね建物とかね、そういうのがないとね分からない。でここはどこけ、あれ前は大野だけけ、もしかすると226号線か、枕崎側から開門永遠に向かってるところかもしれませんね。いやですから私が言うでしょう、この一つの道をいわゆるノーカット版という感じで、あですよ、ここはあれだ、枕崎からですね、ずっと来たところで、これぐらいの長いところもありますよ。いやあれを動画のですね長さにやっぱり強弱をつけないと、ずーっと同じあれじゃなくて、ところによっては10秒ぐらいちょっと、いやここもね、さっき編集をするときに長いなと思ったんです、長いなと思ったんだけど、いや直線ですから、私はあんまり直線好きじゃないんだけど、高低差があるんですよ、高低差が、高低差高低差って、ね、この辺で切り替わるのけ、あですよ、ほらまた桜の時期、ここはね紫原なんだけど、このね紫原にしてもどこにしても、降った後にここを通るともう桜が違うんです、咲き具合が。それとさっき言ったみたいに、これはどうなんだよ、太陽は左後ろか左斜めからこう指してますけど、逆光からも撮ります、今年はね、嬉しそうですよ、ですよ、嬉しい。いやね、自分で見てながらですね、よかどね、いいよなと思うんですよ。でもうちょっとというのが、ここはどこけ、あここは国道3号線ですよ、これはね阿久根からの帰りですね、今のあそこはどこけ、うん、何ですかねちょっといや分かるけど、いやあ小さい画面で見てるんですよ私は。まあまあまあいいですが、
ここなんかもですね、ここも桜の時期だ、ほら。ここなんかも今まではあれですよ。あ、今気づいた。バスがいっぱい止まってますね。ということはあれですよ。観光バスが要するにコロナ禍でそんなに走り回ってなくてもあそこにずっと駐車していなければいけない状態だったのかもしれませんね。こんなふうに、感じてほら見てませんでしたかね、今までこの動画をですよ。この動画をバックに何か喋るお手だったけど、皆さんと一緒にこう動画を見ながら、あれいいですよね。ここはね、西郷洞窟前、西郷さんがほら最後の陣を引いたっていうんですかね、あそこなんですけども、私なんかこの左側の、洞穴で小学校の頃遊んだことありますよ。小学校のね、1、2年だったかも。いやいや、あれどんどん入れましたよ。あそこの洞穴に、洞穴してもね、もうほんの狭いところですよ。多分洞穴に入ったんじゃなくて、その前に陣を張られたんじゃないですかね。わかりますか、ここは。あ、もうわかりますかって言っただけ便なところですね。あ、これはさっきほら、紫丸のを走ってきましたよ。あれのね、同じ日ですよ、確か。これもね、いや、これもね、色彩がね、もうちょっと足りないなと思う。当時としては良かったんだけど、ポケット3をね、まださポケット3では桜の時期を撮ってないんだけど、多分ねポケット3で撮るとね、もっとね、きちっと見えるかもしれない。それで、こういった動画の頭にはですよ、音声を消して、私の声を消してですよ。で、自分の好きな、曲を聴きながら見ると、こう雰囲気が上がりますって書いてますけど、実際そうだと思いますよ。ね、私のこう喋り方は いや、風景を眺める場合ですよ。私のこの声はね、なかなかあれですがよ、喉の脂紙は執念深い。いや、この脂紙と付き合っていきますからね。いや、神様からのね、すべてのものはね、神様がですね、プレゼントしてくれたものらしいですからね、いらんちゅうわけにいきませんからね。はい、ありがたく使わせていただきますってところですよ。あ、ちょっとうるさいかもしれないけど、この鹿児島がわからない人のために言いますけど、右の方はですね、卸本町になるわけ。あ、西牟田、よくここは24時間営業ですよ。行きますけど、やっぱ改めて言うのもあれだけど、桜島があるとないとで違いますよね。それと雲、空の青空もいいけど、やっぱりね、このね、雲のありがたさですよ。ここは、マリンポート鹿児島ですね。おまかせテレビでは定番になってますけど、この頃はまだクルーズ船が来てない頃にしてはあれですよね。
駐車してる車が多いですよね。なんでやろうか。なんでやろうかいっていう。まああれですよ。市民のオアシス的な部分もあるんですよ。見てください。鹿児島の人は見慣れてると思うんですけど、こう、鹿児島60万人都市ですかね。こんなね、人口が密集した、いわゆる、やっぱ都市ですよ、鹿児島もね、の近くに、活火山ですよ。しかもあんなに美しい形をした火山があるのはですね、ここだけですよ。鹿児島だけ。ほとんど知らないんじゃないですかね、世界の人は。それと県外の人も桜島っていうので一番イメージが強いのは降灰らしいですからね。灰がドカ灰が降って天文館あたりはもう何ですか、こう口をなんかハンカチで押さえとかんと、鼻と口をですね。あ、こんこらあれですね。シェラトン鹿児島も工事中ですよ。いや、こういうのは結構映ってるんですよ。こういうほら、もう今ね、あれを撮ろうと思っても撮れない映像ですからね。いや、こんこら、まあ意識はしてたけど、いわゆる、ある意味歴史的な動画ですよ、ここなんかもね。いや、これがね、よくしていなかった。全然。2年ぐらい前の話ですよ。だから、おまかせテレビを始めたきっかけは、コロナですよ。新型コロナで、クルーズ船が来な、さっき見てもらいましたよ。マリンポート鹿児島にクルーズ船が来なくなったから、もうしょうがねえから、こうドライブ動画でも撮ろうかなっていうのがきっかけですからね。で、そのタイミングで会ったのが、あそこでセンテラス天文館の工事と、今のシェラトンホテル、それから環町屋近くの、あそこは何だっけ、鹿児島駅前再開発工事ですかね。なんかあそこもね、古い建物が取り壊されて、今現在はね、マンションが完成して、また入居はまだみたいですけどね。ここですか。あ、ここは国道3号線ですよ。これ小学校がほらありますでしょう。右の方ですね。いや、何小学校系っていうのはこう頭の中にあるけど、間違うといいね。下に訂正文を入れないかんとですよ。訂正文を。そうするとね、なんか音楽を、さっき言ったみたいに私の声を聞かないで、音楽で見てた人が下にですね、「すいませんでした、間違えましたがよ」っていう文字が入るとですね、カクってきますからね。ちなみに、仙台港ですよ。はい、薩摩川内市のですね、仙台港。え、間違いって言えばですね、昨日おとといか、鹿児島の谷山に谷山中央自動車学校っていうのがあるんですよ。で、そこに行く途中の動画で、鹿児島、いやいや、谷山自動車中央自動車学校かって言わないかんところを、南日本中央自動車学校って言ってしまってですね。おいで、編集の時に気づいて、ああ、どげんすかねって、ここは対応ちょっと、音を
消そうかってなかったことにしようかなと思ったんだけども、どうしてもその言葉の前後が長かったもんですからね、そこに訂正文を入れたんですけどもね、そういうことですよ。見てください、さっき言った何回か言ったかもしれんけど、向こうからこっちに来るときとこっちから向こうに来るときは映像が全然違いますよね、感じがね。あ、ここはね、正面はねラサール学園、10秒ぐらいで終わりますよ、ここは。ああいうのもいいでしょう。いや、ラサール学園のあの正面正門か、あそこを撮るときはですね、左右確認をしないといけないんですよ、道路自体がですね。そうするとあれぐらいの時間しか撮れない。ここですか。あ、ここあれだ、田上に行くところです。なんか大峰橋の方に行く方かな。いや、今はほらこの動画で見ると、これ何月ぐらいっけ、11月ぐらいなんですかね。今左側のあのね、黄色い葉っぱを、いや葉っぱで木を見ると、こういうのもね、ポケット3で撮るとね、もっと輪郭がくっきりはっきりするかも。いや、あの天候的にはもうこれがもう最高のあれですよ、雲もあるしね、で風もあんまりないと思いますけどもね。いや、結構こういう日は珍しいですよ。で、右の方があれ高速道路ですね。ああ、じゃあもう、もう20何分しゃべっちゃらほんならですよ、この正面タルメズフェリーに行くところでですね、あ、このまま真っ直ぐ行くのけ、真っ直ぐ行けば桜島がこう見えるけ、まあ霞んで見えますけどね。はい、いいところですよ、鹿児島は本当ですね。はい、ということでこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。